どうぞよろしくお願いします。こんにちは。トライバーご紹介いただきました山形大学花笠サークル指名蔵です。今の踊り、直前の踊りがすごすぎてちょっと圧倒されてるんですけど、ちょっと緊張してるんですけど、どうか皆さんそのテンションを保ったまま僕たちの踊りも見てください。僕たちが踊る花笠踊りはちょっとこの辺だとなんか特殊というかあまり見慣れないと思うので、ちょっと楽しんでもらえるかなと思います。私たちのサークル名指名蔵の由来なんですけど、指名蔵というのは本来故事成語でなんか周りを敵に囲まれて絶対絶命に陥ってしまうというピンチに陥った時に使う言葉なんですけど、僕たちは周りを敵ではなくてお客様に囲まれて、まあ、ご一緒に手拍子や掛け声をしていただいて楽しむという意味を込めてこの名前を付けました。どうか皆さん今回はヤッショーマカショ僕たちの指名蔵で掛け声をするんで、どうか皆さん一緒に手拍子掛け声よろしくお願いします。それではどうぞご覧ください。Oh.
山形大学花笠サークル四面楚歌の皆さんでした。ありがとうございました。